自分と考えが一致してるなって思う人のことだけ聞けばいいと僕も思ってるんですよ、うん、別にこれ尖ってるじゃなくてね、はい、そうです尖ってるとかじゃなくて、うん、僕はなんかそのなんていうんですかね、やっぱり僕の前の時代に成功した人たちだから、うん、やっぱそういう人たちの意見ってやっぱり合ってるんじゃないかなって思っちゃうんですよね、うん、まあまあ確かにね、それは僕たちと同じ人生生きてるわけじゃないですか、うん、芸人になってっていう、芸人として働いてる僕らたちもそうじゃないですか、はいはいはい、そこでやっぱ先人の人たちの知恵を借りるっていうか、そういう面でなんか本当にいやこの人は僕尊敬するからとか、うん、こういった尊敬しないからってあるじゃないですかみんな、はいはいはい、尊敬しない人の言葉は別に僕いくらどうだっていいんですよ正直、何言ったって別に何とも思わないですけど、尊敬する人、まあ、島田紳助さんはやっぱすごい面白いなって僕は思ってるんで、うん、やっぱそういう人が言うとなんかやっぱ胸に突き刺さりますよね、まあ、それは好きだからな、うん、好きだからだと思うんだけど、だから好きとかっていうか、なんか、うん、なんかすごい、ああそれ本当そうだね、なんか才能ってやっぱあるもんなって正直思っちゃうんですよね、いやそら、うん、多分だけど成功してる人何かしらの才能があるとは思うよ、才能絶対ありますよね、ただもちろん努力はめっちゃしてますよねっていう話で、あんまりなんかそういう才能論みたいなことってね、なんかなんだろうな、なんかもうふわっとしてるじゃん、もうふわっとはしてます、才能とか言われてもピンとこないじゃん、センスがとかさ、はい、もうそれはもうあると、ね、だから嫌いなのかもしれない、うん、俺は才能とかセンスってやっぱりでもあるもんな、なんか見てて思うもんな僕は、うん、まあでも俺なんて才能ねえからな本当に、自分でそう思ってるんですか、いや思ってるっていうか俺才能あるじゃんって思ったらやっぱりなんだろうな、気持ち悪い、なんか自分が、うん、だって今までの人生振り返ってきて人をものすごい爆笑させたこととかなかったしさ、 NSC 入る前なんてただの笑い好きだからね、だからそういう発想にならないし自信も生まれないけど、まあ、今だったらちょっとなんか亮さんで何かやったらそれなりにっていう自信はちょっとだけあるよ、うん、僕は自分で言うのなんですけど、やっぱ才能あると思って入ってきたんで、ああはいはいはい、はい、そこはまあ正直今でも変わってないんですけど、はいはい、でもさっきも言った通りやっぱ努力しないってやっぱ本当無理だなとは本当に思いますね、さっきの話じゃないですけど才能に、ね、なんかかけるしてっていう話はすごい胸に響いて、やっぱり才能だけじゃ本当ダメだなっていうのはあるし、これはねやっぱその一人でいることをね早く卒業した方がいいと思うな、マジでっていう、まあ俺も実体験だからな、俺の場合本当にルームシェアしてから、はい、お前はこういう人間だよって人からいっぱい言われてきたからっていうのがあってやっぱり今に繋がってると思うし、うん、もちろんもうルームシェアして3年目ぐらいかもういろいろ言われたし泣いたこともあるし同期の前でね、うん、私それは同期の前で泣くっていうのはつらい、相当いやもうそれまで自分の中にあったプライドみたいなものがもうズタズタになるわけよ、うん、それってだけどそれをする必要があったの俺の場合、うん、マジでだからもうさだからこそ言い訳しちゃいけないっていう、うん、本当にもう例えば目の前でやられたって思った時はもうあやられたって思わないと、うん、それ見てさあいつはそういうことをしやがってずるいんだよとかって言い訳をこくやつは絶対売れんよ、売れない売れないね、だってやっぱさそうやってさ陰で言ったところでさ何にも解決しないやん、まあ、そうです、それ何でもそうじゃん、もう確かに、まあ、その陰で言うっていうのは、まあ、僕は陰で言うタイプですけど、まあ、まあそれはまああれなんですけど、例えばだって俺も亮さんやりだしてが今でもそうかな、聞こえるもん楽屋いてあいつあんなことしやがってみたいな、ああ
それはなんか違いますよね。だからそのそれはなんか僕とは違う。楽屋とかいてさ、あいつ別にそんなもともとこち亀好きでもねえのにとか。確かにそれはそうなの。ただ俺ももともとはもう本当に学生時代とかこち亀をアニメ版ね毎週見せたぐらいの人だったよ。それはけど、でもそれ言い出したらさ、いろんなもうものがさ、うん、そういうこと全然あるじゃん、はい、もう仕事でやりだしたものって。だからそういう言い訳みたいなさ、悔しその悔しさみたいなやつを言い訳っぽく言うのが一番ダセーから。ダサいっす。言ったらそれは言い訳だから、全部もうあいつ汚ねえとか、もう全部受け止めないと、ああの人それで行くんだって決めたんだ、かっこいいなと思わないと。笑いってもう本当受けるか受けないかだけですもんね。でもやっぱりそこだけですよね。まあ ネタの話ですよ、もちろん。もちろんなんか受ける受けない、もちろんなんかいろいろ人脈とかもありますよ、コネとかいろいろあるんですけど、本当にネタだけの勝負になったらもう受けるか受けないかじゃないですか。あとはでも人間性もあるけどね。人間性、まあでむちゃくちゃ悪いっていう人も、まあ正直これ噂レベルですよ、うん、でもなんか上に売れてる人もめちゃめちゃ人間性悪いっていう人まあいるじゃないですか。まあ噂レベルです。噂ね、はいはい。人間性って僕まあもちろん関係あるけども、売れる売れないには関係ないんじゃないかなとも思いますよね。なんか本当に才能あってものすごい面白いやつで、めちゃくちゃ人間性悪い、でも売れる人ってなんか今までいたような気がして、うん、うん、そこはなんかどうか。いやでもこれはなやっぱ人間性。そうね、俺も言われたもんね。やっぱなんていうか、例えばネタもそうだけど、はい、そのなんか俺はすげえなんか綺麗にやりたろうとするって言われたことあって、例えば俺ピンになりだしてるところだって漫談やったりとかフリップやったりとかしたんだけど、やっぱり漫談だと例えば誰だろう、阿部浩二さんとか出てくるでしょ、フリップやったらバカリズムさん出てくるでしょ、すごいあの人たちみたいにうまくやりたいっていう気持ちがあったわけさ。けどそれで受けたとしてもやっぱりお前っぽくないってすげえ言われたし、でどうしたらいいですかって聞いたら、もっとバカになんなきゃって言われて、バカになるってなんだろうってもう なんとなくそれをずっと思いながら寝たやつだから、バカになるってどうしたらいいんだろうってなってりょうさんネタやりだしてやっとバカっぽくなったのかなっていう。でももっとバカになんなきゃいけないと思ってるけど、確かに僕客観的に、まあ、遠藤さんって言いますけど、はいはいはい、全然それは遠藤さんがこち亀やりだす前と後ではすっごい変わったなって正直思ってます。すっごい変わったと思いました。だってネタのやり方も全然違うし、はい、僕も YouTube でネタ見させてもらいました、はい、もうくだらないことばっかやってるから、いやなんか本当変わったなって思いました間近で、まあ、もちろん僕が1年目の時からもうこうやるじゃないですか、浅草で。そうね、その元々まあ、今ないですけど、はい、その浅草にゴロゴロ会館のところがあって、はい、そこに浅草花月っていうね、はい、あの週末だけ吉本が寄席をやるみたいな、はい、ライブやるみたいなところがあって、そこでお手伝いしたんですよ、僕と大野はね。僕がまさか自分でお手伝いすると思ってなかったです絶対やりたくないと思ったんですけど、はい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 、そこ相方に引っ張られて。ああそうなんだ。はい、そうです、ね、やんなきゃいけないっていうことで、まあ、僕が言ったんですけど、うんうん、なるほどね。そういう時から考えたら遠藤さんすごい本当になんか、僕後輩が言うのもなんですけど、なんか垢抜けたんだなと思いましたね。いやでもやっぱ本当に俺はルームシェアを一緒にして同期に感謝しなきゃいけない。